喧嘩マッチの勝負の行方は。青コーナーブラジルアカデミア本戦対176センチ69.5キロ、ジョニーエデュアレート。青コーナー日本シュートのケイズファクトリー173センチ69.5キロ、シュートウェルターキュビオリゴミタカドリー。それに鈴木こちらに第3試合が始まっています。シュートウェルタ級4位のゴミタカノリ、対するはジョニー・エドアウドです。俺両方ともあの打撃できますからね、ランダ戦に期待できます、はい、そうですね、はい、うまくタックルで潰した形になったんですけども、はい、エドアウドっていうのはいつも後ろ回し蹴りがフェイントなんですよ。そこで組みついてテイクダウンを奪うのが彼の上等手段なので、エドアウドはこれいきなり自分のやりたいことが潰されましたよね、はい、顔面パンチ一発入りました。ゴミまだ21歳です。ゴミはデビュー1年でバリドゥジャパン登場ですからね。本当ですよね。去年の11月に後楽園ホールでデビューしました。ここまで戦績が4戦4勝、負けなしでこのバーリトゥードジャパンという大きな舞台にわずかデビュー1年で出場してきました。このゴミ選手のいいところっていうのは坂本さんどの辺なんですか？くじけないところですよね。精神力ですか？そうですね、もう打たれてもまた打ち返す、さらに打ち返す。それで、この間ゴミ選手はあの桑原選手を、ね、倒しましたから、はい、そういう強さですよね。ハングリー。なるほど、はい、ハングリー。なんかぶっ壊し屋みたいなそう書かれてましたけどね。それはもうこの試合で見れるんじゃないですかね。さあ対するはジョニー・エドアウド。特にやっぱりあのレスリングのタックルですね。それと、はい、殴るのがもう大好きという、はい、ちょっとこれまでになかったプロシューター像ですね、彼が持っているのは。完全に関節技とか捨て切ってますからね。あ、はい、そうですか、はい、もう今こすりつけるように殴ってますもんね。そういうスタイルというのも勝ち抜いていくためにはもういいスタイルになれるわけですか？そうですね。ただ、上に行けば行くほどあの武器が多い方が、そうですよね、はい、まあ、勢いは今ありますけれどもね、これから先もっと上に行くにはいろいろ覚えていかないことを思っていかないんじゃないでしょうかね、はい、えげつない攻撃します ね、うん、頭をリングに叩きつけた。もう一回行きました。こんなことやる選手いました、ね、今まで日本人ではこういうこと本当しないんですけど、でもまあダメだとは書いてないわけですからね。そうですね、練習でもあんな感じらしいんですよ、どん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 壁とかにもぶつけていって頭叩きつけたりしてるって言ってますからね。練習通りなわけですね、これ、はい、そして右のストレート、隙を狙っていく。ジョニー・ワールドよりブラジル的じゃないですか。そうですね、そうかもしれないですね、はい、意外と、エドワードの方がなんか日本というか、エドワードは基本的に、上を取るスタイルなんですよ。それで、今下にいざるを得ないんで、はい、ちょっと持ち味を消されてますよね、なんとかこう体をくっつけてパンチを浴びないようにはしているんですが、ゴミ選手は何らかの形を見つけて攻撃していってますよね、はい、組みつかれれば、落としていく、頭を打ちつけていく、隙があれば殴っていくっていう感じで、常に攻撃ですよね。そうですね、はい、常に考えてますよね、はい、エドワードが両脇刺して距離を取れるパンチは消してるんですよね、それなのに拳の正面からじゃなくて横を当てたりだとか、今自分入りました、入りかけましたね。これジョニー・ワールドですね、侮れないですよ。ストレートがポンと入って、そして連打です。この辺りもコツコツ当てていく。うわ、そして頭を叩きつけます。なんかいたって言ってしまいそうな攻撃ですよね、ですね。さあ同じ形でもう一度リングの中央。うわ、
これは坂本さんどうなんですか、これ打ちつけるって、打ちつかれた方はこれ効きますか。いやそんなに効くってことではないと思うんですよ、嫌になると思うんですよね、やられることによって頭やっぱり打ちつけられるに、いやそういう場合に隙が生じますよね、その隙をに、ゴミ選手は殴っていこうという、さあ立ち上がりましたゴミ、鍛えてますから頭はマットに打ちつけられた程度で、ギブアップしたりとか、失神したりっていうことはないと思うんですけども、それが一つの突破口として次への攻撃を仕掛けていくと、さあわずかデビュー3勝目、ああすごいねこれ、アカデミアボクセ対の選手なんですけど、多いんですよこのボトムロープから場外に落ちるっていうのが、そうですか、一つの彼らの手段でもあるんですよ。そういうこともあってブラジルのバルトゥールは今ボトムロープから、キャンバスなんでネットが張られたり、それは体対策でもあるんですよ。そうですか、今顔面に膝行きましたね。さあここはガードを取ります。両者ともにまだ21歳です。いいパンチが入りましたね。そしてキック、いや本当にもうなんか攻撃しか考えてないという感じ。今膝いて、いけましたね。そして顔面、もう顔面にパンチを入れること、それだけを考えているようなこのゴミの激しい若さあるこの攻撃、ここまでは攻め込まれるともうディフェンスに回るしかないですよ ね、はい、息もつかせぬ感じですから、なんかアメリカのファイター見てるみたいですよね。これだけやっぱり手数があるとヒットするのもありますね、やっぱりね、見てるとしっかりと ね、ヒット率も高いと思いますよ。さあデビューわずか3戦でランキング4位まで上り詰めたこのゴミ、ここで第1ラウンドが終了しています。8分間が終了しました。ペースは完全にゴミですね。そうですね、こちらのゴミが非常にアグレッシブなプレーを見せています。そしてガード一辺倒に終わった第1ラウンド、ジョニー・エドアウドです。さあ間もなく第2ラウンドのゴングを聞きます。ラウンド2、第2ラウンド第3試合、70キロ契約、8分3ラウンドで行われます。さあシュート、ウェルター級4位のゴミ貴則、ケーズファクトリーの所属です。打撃はやっぱり見えてますね。そうですか、このエドワードはこの打撃が得意、ローもいいですよ、3発同じ技くらいのよくないですね、選手内股のローを狙われるのは。さあそして突っ込んでいって場外ですね、これですね、ここは要するに踏ん張らないでもうそのまま体を任せちゃうみたいなところがありますね。そうだったらまた自分の得意のスタンドからっていうことなんですよね。2発いったゴミ、今ゴミを打ち勝ちましたね、右ストレート、右ストレート、アッパー見せた、崩れたぞ、これダウンじゃないですか、あっとこれはダウンか、それともただの場外なのか。ダウン取りましたね。ダウン取りました。レフリーはダウンを取った。カウントを続けています。さあカウント7で立ち上がった。エドワード選手は打撃蹴りから攻めた方がいいですね。そしてまたこのスタイルだ、上に乗っかるのはゴミ、叩きつける、ここはピンチ、ここはピンチ、綺麗に出しますよ、エドワードピンチ、ゴミ後ろに回った方がいいですね、後頭部の方を狙っていった方がいいと思います。着実に着実にヒットしていきます。この積極さってのはすごいですね。すごいですね、本当に。それと同じように目立つのがエドワードの辛抱強さですよね。なるほどね、今顎で目いきましたね、すごく冷静です。セコンドの指示もしっかりと聞いています。なんか狂気の中に冷静さも秘めてるといった感じで、これバーミキュードジャパンというこの最高の舞台でこのプレーができるっていうのはかなりのこの肝っ玉の強さというかね、ありますね。いや彼は本当リング上で怖さを感じるぐらいだったらリングに上がらないって言ってますからね。そうですか、
まあ、顎をうまく使いましたね。ね、使ってますね、はい、そしてまた叩きつけます。 あの辺のパンチが効きます。捕まえて休ませません。そして脇腹、そして腹腔打ち上げてますよね、この辺は相当この鍛えてるというかトレーニングを積んでる感じがします。さあ角度を変えた、逃がさない逃がさない、そして叩きつけます、打ちつけます。これもうずっとクロスガード取ってますけど、クロスガードももう疲れてきますよね、あれだけ足組んでると。しかしでもちょっとでもエドワード気を抜いたら一気にいかれますからね、もうここで守ってるしかないでしょうね。そうですね、はい、最小限にあのダメージを抑えるにはもうガードしとくしかないって感じですもんね。顔面にエドの膝が許されてるんで、十字とか少しでもミスるともうそのまま膝とか飛んでくるようですから、その辺は全く油断ができません。今年のルタリブレリオネジャネイロ州のチャンピオンです。そのチャンピオンをゴミ高則がここまで一方的に攻め続けています。パスですね、そしてこのガードを取りますが、いろんなところから攻めをし続けていきます。やはりあのグラウンドでの打撃ということをあのよくやってますんで、ちょっとあの密着度は弱いですよね、ゴミ選手は。なるほどね、はい、喉には即答を持ってきましたね。ここから顔面のパンチ打ち下ろします。あのエドワード選手もディフェンス一辺倒ですけどよく守ってますね。よく守ってますね、まだ見えてますよね、ゴミの動きが。膝いきますね。ここは頭を片足取りましたよ、エドワードがゴミの左足を取った。しかし離れました。行きましたね、そして場外へ、この辺はやっぱり意図的に意図的ですかなという気がしますね、はい、意図的です。さあマウスピースを一旦外した。ブラジル勢のセコンドが必死ですよね。そう、あいい、カウンター入りましたよ。その後エドワードのカウンターも入りましたからね、やはり打撃はこのエドワードやりますね。十字は狙えると思うんですけど、そうですか、腕が外に出てますからなんですけど、狙う姿勢ではありますよね。だからゴミのそのパンチを打ってる時の隙をついて、コーチに今足元に行きましたね。あれは反則じゃないですか。反則でしょうね。踏みつけてましたね。踏みつけるのはいけないんですか。踏みつけるのはいけないです。さあ今度はマック取らせないですね。パンチが空を切る。十字にいけるんですけどね、腕を取ればという形にはなっているんですが、踏みも狙いますよ、しかしこの辺のガードもなかなかうまい。しかしここはあまりパンチを打たせたくありません。もうあの普通に下になっての攻撃っていうのを見てみたいですよね。そうですね、バーリクルジャパン99です。さあ東京ベイ MK ホール、野見貴則初出場。ちょっと もうそろそろ関節で仕留めにかかってほしいですね。でやっぱり殴る分やはり抑え込み本当甘くなりますよね。腰が浮いてしまう。なるほど、はい、パンチやはりあの打つのに距離がいりますから、はい、圧倒的に攻めていても時間切れはドローでしかないですから、ね、優勢勝ちというのはありません。あ、ここで第2ラウンドが終了しています。こんだけ攻めててまだ攻め疲れないですからね。そうですね、神経をしっかりと研ぎ澄まして攻撃を行い続けますゴミ高則。さあ最終ラウンドになります。果たして仕留められるかどうか。ジョニー・エドワードは自分の形に持っていきたい。さあファイナルラウンド第3ラウンドのゴングです。あと残る時間は8分。膝をつける、膝をぶつけます。さあバックにバックを取りに行くような指示に変わってきましたよね。そうですか、第1ラウンド第2ラウンドともにゴミが
攻撃をし続けました。それも全く集中力を欠くことなくということですからね。かなりの実力を持っています。ジョニー・エドワードの方はどうも自分の形が作れません。疲れましたね、やっぱり、あれだけ攻撃を、ね、続けると受けても軸がぶれてますからね、あれじゃ威力まで出てないと思うんですけど、ただまだ目は死んでないですよね。そうですね、腕取りに行くのをフェイントに使ってもいいと思うんですけどね。ずっとずっと受け身を続けてきたジョニー・エドワード、反撃なるかどうか。しかしこのラウンドもこのようにゴミが上、あ、喉に行ってますね。腕関節いけそうなんですよね。そうですね。さあゴミ膝でまた頭を打ちます。顔面を打ちます。持っておりましたね。あー、これ打ちつけた、鉄椎ですね。このパンチは強烈。そしてマックもありますよ、後ろへ回った、スリーパー入りますよ、スリーパーか、スリーパーか、スリーパー、あっと入ったか、入ったか、スリーパー入ったか、タップだ、タップだ、一本勝ち。いやだからやっぱり関節を覚えなきゃいけないということなんですよね。打撃であなきゃ殴っていうのをやっぱりスリーパーホールドを決まるともうギブアップするしかないっていう、はい、やはりもっともっとこの関節技をね、いやもう、十分いけますか、これ。すごい選手になると思います。そうですか、はい、いや3ラウンド1分44秒、見事なスリーパーホールド。さあもう一度見ましょう。先に首の方からいったんですね、足が。なるほどね、そして足を絡めていく。もうこれではね、どうにもなりません。落とされなくてよくしがみついてましたよね、そのまま。はい、あ、そしてこのお子さんは、ゴミが教えてるちびっこレスリングの生徒ですよね。あ、そうですか、素晴らしい試合を教え子たちに見せることができました、ゴミ高則です。しかしこれからが楽しみですね。そうですね、ウェルター級強い選手いますからね、その一人にゴミがもう入ってるということですね。はい、わずか1年でこのワイルドジャパンに出場してきました、ゴミ高則。これからますます注目していきたいと思います。日本は3連勝です。